またボス担当かよ俺。え、これボスじゃないと思う多分。え、あ、そっか、もう一個あんのか。もう一個あると思う。左。あ、ない。あ、なんか後ろに。本当だ、ピラミッド的な。あ、本当だ、自動だ。すげえ、ピラミッド浮いたよ。うわ、すげえ、アポカリも、アポカリも。何それ、デジモンのアポカリも。デジモン、やるよね。は何言ってんの。デジモンやるなと思って。デジモンやる、ああ今度、ね、あ、映画ね。そう、映画、映画、映画やるよ、見たいわ。見に行けばいい。見に行けよ。見たいなー、デジモン見てー。世代、世代だからね。見たいわー、ほんと。あ、でももうほとんど覚えてないけどね。ほんとに、うん、全然覚えてない。タイチでしょ。タイチ、タイチ、アグモン、アグモン、アグモン、はい、ヒカリ、ヒカリちゃん、あとヤマト、ヤマト、タケル、ミコト。え、ヤマト、タケルのミコトね。え、はい。やだやだやだわ。何この滑る感じ。すごい、毎1パートに1回ぐらい、1回以上、1パートに1回滑って、2、3回ぐらい。ああ今パート2でしょ、だってパート2だね。ああ、じゃあ2回もうすごい、すごい勢いで、すごい分速ぐらい。あ、あるよ、いいね、うん、おにぎりあるから、おにぎりあるから、はい、取ろう。全然、いや、そういうの許していく。あ、全然許す許す、ただ俺は、うん、ダルマ2個のこの状態許せない、許さない。かたくなに許さない、許せないんだ。あ、いいね、俺カービィね。うん、あ、あ、はアドレーヌ、おい、あ、あ、てなんかこれさ、スパークとかの豆電球じゃない、もしかして。そういうことか。え、クリスタルも出んの。出そう。うざ、あいつうざ、あいつ何やってんだろう。なんだよもう。でもとりあえずクリアしていくか。なんだなんだこれ、なんだこれ、じゃ行こう。なんだこれ、あ、なんか押すのか。ちょっと待って、おー、ほらで、こっちに入ったら、じゃあここでヒントくれてんじゃない？3つ寄せよみたいな。そういうことか。だから当てて。わかった、夜に関係してるもの。星、おお、月、おお、もう一個はイカ。これイカ。これか、ああ、雲で、あ、押せるようになるんだ。そうするとここが、あー、欲しい、じゃあ欲しい、はい、水、水、はい、太陽、太陽、あ、もう違うから行くぞ。いや、もう違うもん。違う、何だったんだ今の時間。電球どこ、どこで手に入るんだろう。電球どっか、あ、これ戻れんのかな、もしかして。あ、戻れる、ということは近くで電球手に入れば戻ろうぜ。電球は何と何だっけ。電気と豆、豆。初の急に。これ、なるほど、こういう感じね。あー、エレベーター、ね、これもいらないな。そうだね。あ、はい、電気じゃない。 あ、え、でも電気っぽくなかった、今ぽかったからね。電気と炎ちゃう。あ、そうかもしれない。あ、違う、電気と炎はあれ、あの、あ、そっか、あの、その動きやめろ。あれね。あっ、ラッキー、さすが。はい、おーれー。あ、待って、これで戻ってみる。確かにいいと思う。電気だけでもだったら、これなんか意味わかんないの、押してみよう。うん、意味わかんない。く、す、き、で、き、き、さ、意味わかんない。もうちっとりでもなんでもね。あ、もうダメだー、しょうねー、もうダメだー。豆電球なんだっけ。これでしょ、うん、そこ強くね、それ。めっちゃ強い。右かな。あ、これどこだ。左じゃない、左じゃない、左か、左じゃない。で、スパークカッターってやった。あのね、うん、覚えてないよね。そうなんだよね。あ、電球っぽいの、なんだろう。うわ、おちょっとトイレ行ってくるわ。はい、合ってんのに死ぬっていう。本当だね。でも、ここだから。あー、もう恐れない、俺は。え、ここでまた挟まったの。いや、違う、全然違う。あ、違うんだ。ザコのところだと思う。あー、強い、これ強い、強い、強い。で、これ2個目だよね。いや、多分、あ、2個目っていうか、まあそうだね。まあ、そっか、実質、うん、もうやっぱ間、俺さ、思ったんだけどさ、そのステージ内で悩まないで、うん、クリアしちゃって
そうだね、行った方が楽だよね。やってクリアして、うん、あーあれねってなって、そうそう、そうしよう。ただ豆電球が何かわかんない。まあ確かに、うん、豆電球何かわかんないよな。豆電球ってなんだ豆電球に、あ、疑問を抱くやつ。それっぽいのなんだ。これさ、カードいる？いるいる、カードカード、いや、それ1アップ取ってたらさ、うん、あーいやーカードほぼほぼスター1アップ取ったら何？1アップ取ったらなんかさ、余裕になっちゃうじゃん。あ、なるほどね。どうする、5クリアしちゃう？あ、まあ先ボスやるか。じゃあ OK、はい、じゃあやります。ピピ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 ピここのボス何全然わかんねえ。うわ、もう、今ずるくね。あ、でも食らってるよ。あ、マジで本当か。あ、これ当てなきゃいけないんだ。むずくね、そんなの。あ、その剣の部分に当てるってこと。うん、多分。え、そんなむずくない。当たんねえ。あ、なるほどね。あそこがへっこんでないで表に来た時に当てる。うん、簡単じゃん。やって何やってん。え、あ、いや、むずくね。なんでなんで。いやいや、むずむず。何してん、何してんその、うん、出っ張ってる方の、うん、台だと剣が出てくるわ。その閉じてるところだと。アドバイザー。3体になったからさ、出方違うじゃん。あー、まあ、確かに。え、何してん、何してん。いや、何してん、何してん。当たってる。相手、うん、当たってないよ。当たってないよね。ああ、え、何これ。え、うわー。うわー。え、これ違ったんじゃない。今避けるタイムだったんじゃない、もしかして。ちげえじゃん。なになに。何なの。当たってなかったね。全然当たってねえじゃん。しかも俺が当たってるって言ってたメーター、うん、ただの星のメーターだったよ、ね、ほんとだよ。ああ、え、ってか死ぬ。え、これ何、どうすりゃいいの。え、これ攻撃じゃない。今何タイム。攻撃、攻撃。その青いのを攻撃してみれば。これ、え、え、え、なんかあんじゃねえ。あ、え、ちょっとこれやめるわ。なんか違う、これ。ああ、え、あ、わかった、わかった。色、そうだ、色だ。あー、なるほど。そうだそうだそうだ。こっから見せてくれよ。オッケー、任せて。そのゲームのうまさとやらを。オッケー。お、いいじゃん、いいね。任せて任せて。あいいよ。オッケー。あ、そうだね。それまであれかわすタイムだったんだ。そうだね。ああ、それ分かってるやな。あ、いいじゃん。オッケー、破壊。あ、死んだ。破壊、破壊。あ、いいじゃん、死んだ。あと一発。あと一発だ。余裕。届くのそれ。届く。かっけー。でしょ。あ、すげえな。そのままラストか。オッケー、届く。おわーし。え、あ、おー、不安。やったりするのか。ただの不安になるわ。はい、やっていいよ。あ、マジ、うん、何やんの俺。え、次のあれクリスタル。あ、そっか、一応クリアか。で、で、で、戦闘じゃん。疲れたなーみたいな、うん、死んでるもん。腹減ったーみたいな。ああ、食べ物に見えちゃう。見えちゃう。何言ってんだこいつ。じゃあご飯の時間にしようか。あ、便利じゃない。どこにあったんだこれ。あ、あいつ書いてくれてんじゃない。途中からもう最初から書けよ。確かに。どっちかに集中しろよ。あ、便利、これいいな。いいな。いいね。ああ、え、何この機能。いいね。めっちゃいいんだけど。現実に欲しい。あ、水だ。あ、でも次の、え、ちょっと次名前当てようぜ。僕は覚えてない。ウォータースター。あー、うるうる。あー、覚えてたわ、ごめん。あ、違う。で、豆電球取って、今回のパート終わろう。はい、きたー、きたースター、スター、太陽星、スター、太陽星。あ、順番合ってるのかなこれ。ちなみにね、 PP はコンビニに飯を買いに行ってしまって、この動画のラストの締めが俺一人になっちゃったんだけど。スター、太陽、ちょっと待てー。おー、でで、で、うん、スター、うん、まあ一応順番通り、太陽、うん、頭なんだっけ、月、月、うん、で、ほら、おお、完璧よ。完璧じゃん。で、出直す、うん、あ、出直す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 。
オッケー、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 オッケー。ちなみにもう今俺がちょうど喋って終わる時にお前帰ってきたからめんどくせえ感じ。そうなんだ。はい、じゃあ次のパートへ。よし、オッケー。はい、ウルルンスターレベル3パート3パート3レベル3のカービィ64のレベル3のウルルンスター。はい。もう今ねちょっとおにぎりを食ったまがいて美味しかった。わ、めっちゃ楽しそう。お、南国系ここいいわ。プレイヤー起用。はいはい。いや、はいで反応しただけだからね。反応してた。あー、いいね。あ、曲がいいね。あ、でもこれ無敵なのかな。かもね、もしかしたらこの間強くね。あ、この間強い。しかもちょっと足早いわ。ほんとだ。電球の間でも限界があるんだね。そうだね、割れちゃう。ああ、いいなあ。あ、なんか思い出したわ。その時になったら言うわ。あ、いいよ。うん、あ、まだってことね。そう、まだまだ。あ、いいよ、全然。あ、いいなここ。あー、うえ、今ミスミス。あ、この時強くね。あ、ゴーヤーなんなの。ゴーヤーなの。違くね。カッパの頭のさ、あ、カッパの頭投げてんじゃないのがカッターなの。うん、あ、カッパーとカッターをかけてる感じ。いや、それはちょっとパート3の開始1分で調子いいね。逆に調子いい。逆にね、逆にね。この実況らしさが出てる。滑り具合これなんもないんだよな。なんもない。あー、クリスタルの位置もわかんないしな。これ下なんかいけそうだしね。え、下押したらいけないの。いけない。あ、いける。いけんじゃん。あ、これ星の嵐じゃん。星の嵐。あ、ラッキー。あ、でも気を回復。はい、オッケー。マクシーね。いいね。何、一個ずつ読んでる。何が。こいつの敵は。こいつの敵は何もない。あ、何もねえんだ。名前も知らない。あ、そうなんだ。おにぎり。あ、え、言い方違くない。ちょっと見本見せて。今の右下にあったやつ。あ、あったやつ。おにぎり。おにぎり。すごい、パート3すげえな。パッサンすごくない。おにやめて。おにあれじゃん、カニ。あ、ないんだ。ないんだ。なにこれ。へぇ、これ何。あ、ちょっと当たってみて、当たってみて。あー、自動ね。あの、ドンキーでいう樽みたいな。樽みたいな感じか。うん、何そのさ、これ使わない主義みたいな。じゃあ、勝手に飛ばしてんじゃねえよって感じ。もしそれで途中でさ、うん、確かにクリスタルあったら困るから責任取ってくれんのかっていうね。あ、これこの音楽に合わせて踊る後ろのあいつが好きだったんだよね。全然合ってない、これ。いやいやいや、え、何言ってんの。あー、ほらほら、ほんとほんと、ほらね、ほんと。え、よくない、あいつ。そうかな。え、めっちゃいいじゃん。全然よくわかんない。君の言ってることが僕にはよくわからない。感受性の違いが。感受性の違いだわ。やばい。あ、感受性言ったからね。誰が、僕。ああ、本当に結構豊かな方だと思うよ。やった。アペンギンじゃん。食える。よし、今逃げようとしてる。あ、あ、これやってない。確かにやってない。当てて、絶対当てて。はい、よし。これ雪関係結構好きだから、うん、あるかも。当たりくる。あー、カーリングね。 あ、微妙。微妙っすか。あ、よくないカーリング。え、いいんだけどさ、うん、あ、カエルだ。なんだろうな。何、もう一押し。そうなんだよな、もう一押しいんだよ。押しい、うん、うん、期待値が高す。あ、ボム入るかな、うん、え、よくないカーリング。まだまだ、まだ来ないね。まだ来ない。俺の中にビビッと来ない。マジか。うん、感受性厳しいから俺。今んとこさ、うん、アイスの好きなやつ単体だけじゃね。単体。はい、うわ。俺今足場を落とすことに集中してたから、うん、ね、うん、ならしょうがない。決して下手とかではない。下手とかではない。こういけばいいかな。いいな、ここいいんだ。この曲よくない。超いい。寄せた、寄せてきたよ、うん、でもさ、これ思うんだけどさ、うん、いつも言うじゃん、BGM 超いい。あー、本当にいいのかって、うん、そう、そう、その疑惑、その疑惑。いや、いいよ。いいのは分かる、うん、分かる、俺だって、うん、あ、分かる、うん、それは。ただあの、言いまくるとみたいな。そうそう、あ、良すぎ、ね、うん、いいが多いみたいな。そう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 、なるほどね。え、どう思う。いや、僕は正しいと思う。はい、ずる。いや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 、きっといい、はい、いい曲なんだ。はい、逃げた。いやいやいや、逃げた。逃げた、逃げた。んなことないって。あ、かわいい。
多分何でも書いてちゃダメだな。ダメダメダメ、これもう突撃されるよ。あ、なんかあれ、なんかあぶね。いや、これ無理だよ。いや、下に押せばいけるよ。あ、いけるか。なんで無理だと思ったのよ。なんで無理だと思ったの。全然いけるだろ。違う違う、さっきまでさ、この色の時はなんかそのストーンじゃなきゃみたいな。あ、最近そういうパターンない。多いよね。あー、多分、うん、あの気が満タンだったら1アップ言ったんだろうね。あー、なるほどね。ね、お前ね、俺が悪いってこと。うん、はっ。え、このカットやったっけ。やったやった。あー、わかった。ケンケンか、あの1番の2位ね。一番、今のところ1番の2位。2位がアイス単体。アイス単体だね。アイス単体でかっ。ファイヤー、あー、それあれか、摩擦か。あー、だんだんちょっとネタがこれね、みたいな、うん、それね、みたいな感じできちゃったね、うん、あ、その下なんか、あー、あ、待って、はい、もうね、分かったかもしんないわ。行って行っていい。あ、いい。電気、うん、ニードルの方がいいと思う、ここ。なるほど、うん、なんかここ、うっすら記憶にあるわ。電気ニードル、電気の、電気のニードル、ニードル、そうの方がいい、の方がいい、きっと。なるほど。そうで、上に下下下下下下下、うん、下下下で、そいつ当たって、うん、で、そいつも当たって、はい、で、下行く。はい。あ、これさ、上攻撃しかできねえのかな。あれ違うの。あ、それバンってやんのかなって思ったんですけど。はい、出た。はい、出ました。クソ知ったか野郎。クソ知ったか野郎。全然違えじゃねえかよ。アイス、ちょアイス、あ、なんだアイス、黒いのってなんだ。ボム。あー、そうだ、きっとアイスボムってやった。やってないかも。もうねえわ。でもボムいるか。いや、アイスも、アイスはいたか。アイスいた。で、カッターでもないでしょ。カッターでもない。カッター見といたもんね。見た。じゃ、ボムか。うん、そうだ、ボムだ。ボムか。まあ、ここは BP が回収するっていうことで。ボム、この面いなかったよね。いない。ボム、でももういるところわかるから俺。マジでいる面が。カード、カード、はいはいはい、完璧。はい、どうぞ。いいね、カードここで見せてくんないあたりがいいわ。逆に逆に。あ、違う、あ、違う、うん、ワールド終わってからでいいね。あ、あ、開始とか、うん、じゃあまず3の2。オッケー、はい。お、いいじゃん、いいじゃん、よくない、このステージ。どこを見て今いいって言ってるの。まず、うん、この水ね。あ、この流れゆく水ね。これは好きだ。うん、わ、うん、かるわかる。あと、はい、後ろのなんかうっすらしたなんか白いのが飛んでる。あ、綿毛飛んでますみたいな。耳に入ったら聞こえなくなるって言われたからね。噂の綿毛が。小学校の頃飛ばしたら怒られるやつね。あ、ゴムじゃん。あ、いいね。怒られてた？綿毛飛ばして。怒られてた。え？で、飛ばすのはいいんだけど、うん、気をつけなさいみたいな。こういうこと。耳に入ったらそうそう、ね、あ、危ないからよ、ね、うん、へぇ、怒られたことないわ、うん、それでも俺はもうブチ切れた。ブチ切れ、逆にお前関係ねえだろな。嫌な子供だな。え、ちょ、何してん。当たり判定。何してん。何してん。当たり判定広くね。来るぞ、ギロチン。オッケーオッケー。そんな強いのか、ケーキ。取るか。オッケー、取るわ。うわ、よし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 、結構よしよしよし、爽やかな BGM だな。いいね。いや、ボム強えわ。ボム強いね。ボム単体のがさ、出た。単体論あるよ。そのさ、うん、あの、ひねくれてる自分かっこいいみたいなない。やめろよ、お前。ひねくれてるよ。単体が好きなだけじゃん。いや、なんか、え、嘘。単体が好きなだけだ。だいたいミックス好きになんない。いや、そんなことない。ない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 。嘘。お前もひねくれてる。嘘、そんなことないよ。ひねくれろ。ひねくれろ。俺、これなんだ、なんだ。あー、え、見して。ホラー。あはい、登れ。ホラーね。違う。あ、アイスアイス。いや、雪だろう、雪だろう。雪だろう。ホラー。アイスボム。やっぱアイスは探偵がいいわ。どんだけで。あ、ペンギン。アイスもアイスなんだよね。アイスも多分アイスだね。あ、ほら、ほら。え、そんないい。これめっちゃ良くない。あ、アイスオーナーって、なんか良さそうじゃない。ギャップ。いいかな。もしかしたら俺ハマるかもね。もうね、お互いの良さをね、うん、お互い打ち消してる。打ち消しちゃってるね、はい、確かに。ちょっとよくわかんない。よくわかんないなってるの、うん、氷の必要性がよく出てきてない。確かに。
ファイヤーでよくねみたいな。そうそうそう、カニはもうぶっ殺せ。カニはもうちょっとこれ無限カニにやられるのよ。それ分かった、カニにやられる。カニやられる、カニやられる。その第二の音を言って攻撃しとけば、あ、当たるかもしれないな。そのちょろっとちょろっと、オッケーオッケーオッケー。カニだけには、カニだけは、カニだけは、カニとカニ好きはぶち殺す。え、これ倒したよね、もうそれも必要なんだ。ちょ、覚えとこ。必要なのが、アイスボムとファイヤーストーン。ストーンだね。オッケー、ああ、オッケー、それは覚えといた方がいいよ。オッケーオッケー。死にそう、怖え。大丈夫、オッケー。ここで途中あれあればいいね、マキシム。そうだね。うわー、あるかな。いや、一回ちょっとカニじゃないのでしんどいた方がいいんじゃない。そっか、違う違う。違う。あ、でもこれ面白そう。え、やっていいのこれ。いいよ。うわ、超面白そう。うわ、何これ。やばい、カニ食らわないってことなのかな。食らうの、食らうんじゃない。あ、ケーキ、ケーキ。あ、肉。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、いい、完璧。お、あー、びっくりマーク。あ、いい、よし、びっくりマークの時は飛べって、はい、あ、食らわないんだ。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、はい、あ、一撃じゃない。おー、しゃ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 、いいよ、いいよ。お前にちょっとポジティブな方に持ってきてんだ。何持ち直そうとしてんの。一撃じゃないってことが分かった。あ、今のでね、今のでね、確認したの。そういう確認、楽しい、これ。いいよ、楽しい、これ。こういう、これドンキーにもあるよね、こういうの。ドンキーにある、トロッコで。こういうのいいわ。いい、なんだかコースターみたいな。そうだね、なんだかコースターね。カービィさ、うん、俺スパデラとカービィビーグしかやったことないよ、ね。うん、あー、にわかなんだ。え、まあ、にわかなんだ。にわかだね、いっちゃえば、うん、言っちゃえばにわかだ。え、初代もないの。ないよ。まあ、アニメ見たことあるよ。あー、カービィ、ね、お、うん、お、あ、無敵。あ、曲が違うんだよ。すげえ、お、すごっ。この曲よく覚えてる、はあ、この曲めっちゃ覚えてる。出てる、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 長いな、はあ、めっちゃ覚えてる。あ、左、覚えた、覚えた。オッケー、なんだろう。いや、いつか出てくると思う。ああ、多分あのね、うん、今は覚えたけど、うん、もうあの、もうその 2、30分後には、2、30分後にはもう警戒してるよね。あ、そうなんだ、うん、そっか。あ、わ、まあ、覚えやすい、まあ、その時には多分出てる、うん、もしかしたら違うかもしれない、にわかだから。あ、覚えてる、うん、俺カービィはアニメも知ってる。あの、すげえ印象的なね、アニメの話ある。なになになに。あのね、カービィがメタナイトの剣みたいなの使うの。ほうほうほう。今まで、はーいとか、うん、全然喋れなかったのに、うん、メタナイトの剣持ったらめっちゃ喋る。マジか。すげえ技名とか言う。え、声は、声は、声もね、あるよ、普通に。カービィの声、ちょっとカービィの声だと思う。うん、ちょっと声高めだから。高めなんだ。へ、うん、つまりカービィが喋るんだ。そう。あ、斬新だね。斬新。俺笑っちまったもん。喋ってるって、うん、あ、これ喋ってんだ。普通喋ってんだな。だけど、それ斬新だわ。斬新だよね。うん。あ、いいよ、それなんだっけ。これはあ、一番好きなやつ。あー、出た、これね。あ、でも雪単品の方がちょっと上だな。え、マジで。僅差、僅差。あ、でもそれ、いやー、僅差だな。全然わかんねえ。逆にカッターと、うん、カッターが合わさったら剣になるってことだから、うん、カッターと電気とかどういう風になるんだろう。あー、まだやってないもんね。やってない気がする。やってないね、確かに。電気まだそんなやってないか。だよね。うん、これせっかくさ、川下ったのにさ、また登ってるっていう。まあ別の方向だからね。あー、まあね、同じ川だったら確かに登ってたらまた登んのかってなるけど、まあ、そうか、別の川だから、別の川に登ってるからね。確かに。それはもう100対0で TP 負ける。てか負けか。お、いいね。あえて単体で。あ、お前、もしかして単体中になるんじゃない。単体いいなぁ。単体絶対いいから、もう。俺、星のカービィ64単体論っていう本出そうか。しょうもね。何ページぐらい。技の種類分だ。種類分、種類分だ。6、7ページぐらい、わかんないよ。そんくらいかな。二次系頼むよ。オッケー、だんだん慣れてきたね。バカじゃねえよ。ちゃんと覚えてるよ、ニコニコになってるからね。ニコニコね、オッケー。はい、あ、砂浜じゃん。あ、いいわ。はい、